今回の連続殺人の犯人はおそらく神田弁護士に間違いない。両親を自殺に追い込まれた神田はその復讐のために次々と綾代家の人間を手にかけていったのだろう。事件が大詰めを迎える最中、あなたは幼児期に負ったと思われる火傷の跡を発見する。これをきっかけにまだ失われたままだった記憶の断片がつながり始めたようだ。あなたはそれを確かなものとするために八塚町のアパートへと急いだ。はい、どうも、プロジェクトと申します。ファミコン探偵クラブ、木谷後継者に目くつつやってきます。いや、とうとうあらすじでももう言い切りましたね。今回の連続殺人の犯人はおそらく神田弁護士に間違いないまで言ってますね。でもこのまま、この通りに行っちゃうのかな。でも記憶を思い出しても犯人このまま神田弁護士捕まえてって終わりでいいのかな。ちょっとストレートすぎるところもあるような気がするんですけど、いやー、なんかここでもうなんか決まってしまうのも面白くないし、なんかすごいどんでん返しあるとね、感動するんですけど、とりあえず名前思い出せないな。あのアパートのちょっと太めな方にお話を聞きに行くとこですね。行きましょう。はい、ここですね。なんて名前だったっけ。ちょっと火が開いちゃってますね。元子さんだ。そうそう。お母さんが沢岡さんね。で、黄色い字のやつが、そう。殺す気はなかったのならなんでっていうやつね。僕のシャツは濡れてて、やはりアキラは海へ落とした。そう、クリーニング屋の人言っとったね、そういえば。でも、よう生きとったやろ。なかなかの、なんだろう。なんて言うんでしたっけ、ショーって言うんでしたっけ、海に、から出た岩のところ。そう。あそこもかなりあったもんね、遠目に。あそこに落ちて生きてるってすごいことなんですけど。で、天津さんか。クリーニングのやつね。クリーニング出されてシャツを受け取った。勝手に受け取りましたからね。まあ、電話ぐらい出るからね。他人が受け取ってもいいのか。あのクリーニングもだいぶ甘いね。自分のですっつったらくれたからね。だいぶやばいよね。で、神田京之介。とうとうフルネームがわかりましたね。キクの暴風化自殺で起こった夫婦のせいも神田と。神田夫婦には息子が一人いた。で、神田は自殺した夫婦の息子。神田の見つけた子供のは替え玉の可能性あり。これどんなの連れてくるんですかね。善造さんに一報入れてましたよね。どうなってんだろう。で、玲子さんも見たって言ってたよね、その子供を見たいな。子供見たいなって言ってももう多分17歳、18歳ぐらいだから、主人公と似たような見た目してるのかもしんないですけど。で、ゆりの、これもか。ゆりの子供。替え玉ね。これ。17、8歳ぐらいの少年を神田が事務所に連れてきたらしい。これ、玲子さん言ってたもんね。で、自分について。で、そう、やけどやわな。よう気づかんだな、本当に。記憶がなかったにしても、あれやよね。もう元から気づいてなかったような雰囲気あったよね。シャツ着替えたところで、ようやく、なんだろう、あゆみちゃんに気づいてもらったみたいな、ね。割とでかかったからな。ちょっとなんか、腑に落ちないんですけど。まあ、こんなもんかな。じゃあ、もう、何も聞いてないですもんね。じゃあ上から行こうか。ゆりのこと。死んだお母さんと面識があったって話ね。これは まだ何か、
なんか見せなくちゃいけないところだっけ？あ、これか？お、早速。僕の肩にはこんなものがあったんです。そこ肩って言うんか？腕じゃねえか。ああ。やっぱりあなたは。いや。わかります。最初から言っといてよ。話してあげましょう。前回の時に。なんで黙っとった？ああ。あなたはユリさんの子供に間違いないわ。はあ。ああ。もう今出てる情報のままで終わってくのかな。なんで隠したん？あなたが帰り際に後ろを向いた時、シャツの袖からその火傷がちらっと見えたの。そんな短い半袖やったよね。その時はまさかと思ったんだけど。てか、あゆみちゃんもそれ気づいとったん？てか、他にも見えたんじゃない？周りの人間。あまあ誰も突っ込まんか。てか割と突っ込まれそうやけどね。人とは違った何か。うん。傷跡みたいなのもあったら、結構言ってくるし、自分も左手の甲に火傷の跡あるんですけど、見られたら突っ込まれるもんね。これどうしたんつって。みんな優しいんやね。あ、これだけか。で、なんか聞いたことない BGM になったな。これで上から全部教えてくれるのかな。はあ。何も知らずに育ったんですね。まあ赤ん坊の時に火事がっていうやつあったからね。物心つく前にもう沢賀さんの元にいたんやね、多分。ええ。もちろんあなたはお母さんの顔を知らないはずよ。はあ。ユリさんという名前すら知らなかったよね。切ねえ。てかその辺教えとこうぜ。沢子さんもさ。なんで隠した教えようがいいと思ったんかな。あ、実の両親。てか、父ちゃんのこと全然明言されてないけど、どういうつもりなんかな。生きてそうなんやけど、この流れやったら。ユリさんが亡くなった時、あなたはまだ一歳に満たない赤ちゃんだったんだから。これ母ちゃんも死んでも死にきれん状態やろ。うわぁ、未満児って言うか、なんて言ったらいいんだろう。まあ赤ちゃんやよね、0歳って。あー、で自分のこと。先日お邪魔した時、あなたは赤ちゃん、つまり僕は捨て子として育てられたとおっしゃいましたね。かな。ちょっと覚えてないけど。そうよ。あなたは母の孤児院で捨て子として育てられた。やっぱり怪しろけど、後継者みたいなものもあるから隠されたんかね、こういうの。でも母が何かを隠していると気づいたあなたは、バレバレだったんだ。本当の両親を探すという書きを残して飛び出してしまった。下手か。どんなことしたらバレる、それ。ちょうどあなたが中学校を卒業したすぐ後のことらしいわ。これで飛び出して、なぜか神田弁護士事務所に拾われることになったんやね、確か。そして今やもうね、事務所の名前を出すだけでもある程度言うこと聞いてくれるレベルの、でもうエースとしてやってるレベルやよね。警察にも顔聞いとったもんね。はあ、すごいわ。17歳ですよ。って母ちゃんのこと。沢子さんが僕を引き取り育ててくださったんですね。こんな大事なとこ吹っ飛ぶか、記憶。アキラに突き落とされてなかったら、あの崖落ちる前はこれ全部覚えとったってことやもんね。あなたのことを我が子のように可愛がっていた。あなたも母を随分慕っていたそうね。そんなんでもう実の両親なんてどうでもよくなるレベルなんじゃないの、その死体用なら。なんならね、実の母のように思っててもいいような気するけど。最後まであなたのことを心配していたのよ。いろんな子供いたけど、
主人公だけ特別やったって感じなんやね。もう俺いないもんね。なんか立ち退きんでもストレスかなんかで死んだっていう話やったよね確か。会いたかったねこれ普通に。で事情。先日お邪魔した時あなたは、うん、あれあれつまりこれ2回目になるか。僕が捨て落として育てられたその事情とは一体何だったんですか。さっきの続きみたいな感じか。やっぱ綾代家の後継者やろ。教えてください元子さん。それしかないってね。あれこれも2回攻撃のやつか。答えてください元子さん。いけるやつ。ダメなやつ。もう気づいたこと。あなたに見覚えがあるんです。本当に会ったことがないんですか。いやー例の孤児院の娘さんならさ多少面識あるんじゃない。遊びに行ってとかもしてんじゃないの。さすがに母や僕に会ったことがあるんじゃないですか。あるやろさすがに。私があなたやユリさんに会ったことがないって言ったのは本当よ。話は全て近づかなかったんだ元子さんは孤児院に。じゃあなぜ。もう面影がありすぎるかな。じゃああなたはなぜ火傷の跡を見ただけで僕だと気づいたんですか。これがあるか。実は先日ユリさんの弟さんがお見えになった。カズト、あなたたちのことをよくご存知だったわ。やっぱりあのあれか、なんか街でちょっと会ってすぐどっか行ったやつおったよね。八塚町に初めて来た時にあのスーツのやつがそれか。もちろんあの火事のことも。うん。まだ一応なんだ神田弁護士以外の犯人がいるとしたらそいつとかなんかな。カズト、カズトさん。いやよね。ここへ。あいつが調べ回ってたのか。そう、おばあちゃんも言っとったもんね、駄菓子屋の。お、あ、火事。火事。火事の原因は何だったんですか。これやよね。自然発火なわけないし、その放火の可能性あるんじゃねってうっすら思ってたんですけど。心ない人の放火だったそうよ。いやこれも繋がってんじゃない。ピンポイントでなんでゆりさんのとこ、まあ、アパートとかなんでしょうけど、はあ、一軒やったんかな。ただでさえ苦労が絶えなかったあなたたちは、はあ、罪はないのに。でも幸せに暮らしてたんじゃないの。貧乏やったんかな。積んだけども事情を教えてもらってないよね。答えてください。ちょっと進むところまで行きます。僕は絶対この人の顔を知っている。これかな。何か懐かしいよ。でもそれが何なのか。え、わからない。そんな考えなこと母ちゃんに似すぎとるからってだけじゃないのか。なんか、あるんだ、じゃあ。ああ、これだけ？あなたはお母さん。進まんね。やっぱり僕は。あ、あなたと変わったね、さっきと。思い出すやったから変わったんかな。そう。じゃあ、これをご覧なさい。もらえるんだ。母の写真よ。もらえるん、え？もらえんか、さすがに。激似なんやろ、どうせ。お、もったいぶるね。激似やんけ。ま、若干、目元が似てんのかな？なんか、気味悪い人形持っとるな。まあまあ、この時でも歳だったんだ。大きくなったけど、その頃の面影が残ってるわね。5、6歳かな。で、今17だから、まあ、10年前ぐらいか。割と最近っちゃ最近なんかね。そうだ。
やっぱりこれでいいやんけ。なんかすごい事件に関係してるのかと思いきや、純粋にそっくりって、うん、面影があるってことやね。気味悪い人形持ってるの何あれ。で、これで、あ、聞くだけで進んだね。うん。ん？思い出すせいってことか？おー、アップになった。ばあちゃんだ。あ、僕を育ててくれたばあちゃんだ。あ、そう呼んでたんだ。写真のサーコばあちゃんが、目の前のもとこさんにとても似ている。それでよくない？めちゃくちゃ考え込んどったしな。ああ、シンプルにこれでしたね。うん。で、また何か解放されたか。ああ。変わってるね、また。そうだ。僕はまだ自分の父親のこと。そうそうそう。何も知らないんだ。こいつどうなっとる、今。あ、これだけ？なんで喋って、なんでいちいち途切れる？僕の父について、知ってることがあるなら教えてください。上から順番に行くとなんか進んでいくの。なんでの何を濁すことある？僕の父も、火事で亡くなったんでしょ？いや、もうこういう体で進んでるよね、今。母ちゃん死んだ死んだは言ってるけど、父ちゃんはなんか、一つも言われてないけど。なんで？どういうこと？おお、喋ってくれなくなったぞ。それだけ。なんで、なんか、口止めされてんの？待ってください。どういうこと？自分の母親のことを何も知らないままだった。それに、父親のことだった。やっぱ今は父親のことがすごい気になるね。やっと踏み込んでくれた。なぜ捨て子として育てられたのか。やっぱ怪しろけどね、何回も言ってるけど、後継者だから狙われるからとかじゃないの。その事情を知らないままなんてあんまりです。もうだってゆりさんの子供時点でもう後継者のね、遺言書に乗っ取った名前の子供、人の子供やからね。そうね、あなたには知る権利があるわね。その事情というのはあなたのお父さんのことなの。遠山さん、名字しか知らんよね。うん、なんかやっとる。お、フルネーム。お父さんの名前よ。高尾。とても男らしい方で、ゆりさんとは評判の仲のいいご夫婦だったそうよ。ガテン系やったんかね。やがてあなたが生まれ、誰もがあなたたちの幸せな未来を信じて疑わなかったそうなの。なんで火つけるかね。でもやっぱ狙われとった気がするけどな。そんなある日、回想か。おーおーおお。柄の悪い連中に人が乱暴されているところを。左が高尾さんか。なんか右側にアキラっぽいのおるな。これアキラじゃねえか。八塚町、結構割と大きめな商店街やね。止めに入った高尾さんに相手はナイフを持ち出して向かってきたらしい。殺されとる、もしかして火事の前に。嘘やろ。でもその前に高尾さんは逆に、何これ。相手の一人を誤って殺してしまったの。父ちゃん強。じゃあ何、今服役中ってこと？そんな自殺とかせんよね、さすがに。捕まるしかないよね、こんな。必ず正当防衛が認められる、みんなそう思ってたの。わかった、これが例の手紙か。なんか法の不当性を訴える手紙。神田弁護士の元に届いたって手紙じゃなかったっけ。それで弁護士を目指すことになった。それカズトか。カズトにその手紙か、このことなんだ。じゃあ父ちゃん服役中
か？殺してしまった男と。なんだそれ。この町の有力者の一人息子だったらしい。一人息子。そのせいか、刑務所に入れられてしまったわ。じゃあ生きてんだ父ちゃんは。じゃあ父さんは今も会えるってことやね。大きな国に。なんですぐ死ぬお前ら。亡くなってしまったの。だってまだ若いっしょ。40代でしょ、母ちゃんが今40、一気に黄色くなったな。45、今なんか若くなっとるけど。45って話やったよね、生きてれば。父ちゃん、死ぬなよ。でも、もっと気の毒だったのは、ゆりさんだったかもしれない。急に一人になって、いやー。で、身ごもってたんじゃないの、多分じゃあ。殺人者の妻ということで、それは苦労されたそうよ。しかも有力者の子供を殺したからもう、もう後ろ指刺されまくった。あ、それでもしかして誰か、火つけたってことなんかね。おまけに最悪やな。ああ。あの火事も、やっぱりそうか。いやいや、あかんやろ。放火ってなかなかの犯罪でしょ。強盗と放火って、ね、下手したら死刑なるレベルじゃなかったっけ。ゆりさんも一時は起き上がれるまで回復されたのだけど、それは無理がたたってか。二三日後には容体が急変して、駆けつけた母に、ゆりさんはあなたを頼むと一言告げると。はあ、あ、じゃあ火事あった後も多少は息があったってことがすぐ死んだじゃなくて。静かに息を引き取る。母ちゃん。はあ。もう分かったでしょ。もう聞くことないんじゃない？あなたの将来を案じながら亡くなられたご両親に、はあ、私の母がしてあげたかったことは。沢子さん、あなたから殺人者の息子という過去を消し去ることだったの。だから両親がいなかったことというか忘れてもらうような流れにしたんだ。はあ、もう山本って姓で生きてってもいいんじゃない？もう捨てられていたあなたに添えられていた手紙に書かれていたのが、はあ、捨て、母ちゃん。今のあなたの名前だなんて嘘までついてね。こんな変な名前つけたんか。ピロチュン。あ、中村もそうなんかな。言葉ねんな。で、なんか変わったか。ゆりさんは両親の反対を押し切って高尾さんと一緒になられたらしいわね。無理やりの駆け落ちって話だったよね。あの事件の時だってこれ以上迷惑をかけられないとお家には連絡されなかったということよ。だって最近死んだってこと分かったもんね。はあ、でもなかなかの事件やけどな、これ。明らかに放火だったらしいけど、死んだ男の父親からはあ、うやむやになってしまったそうなの。有力者つえ。はあ、地元の新聞もあの火事のことを取り上げる。何それ、すごひどい話ね。じゃあ記事にもなってないってことか。なのに高尾さんの事件のことは一方的な記事ばかりが新聞に載ってしまったそうよ。これまたあの新聞社に調べに行かんなことになるかな。わ、なんかすごい減った。へえ。立派になって。はあ、母に見せてやりたかった。ちょっとうるうる来とるな、なんか知らんけど。主人公だいぶきついな。両親もきついけど。沢子はあなたに本当のことを話すべきかと迷っていたわ。いや、言っとけばこういうその個人を飛び出すことはなかったんじゃないの。本当のことを話してくださって、はあ、ありがとうございました。
長。父ちゃん、父ちゃんぐらい生きとってよ。母から聞いた。あなたは小さい頃から正義感の強い子だったって。そうなんだ。そういうところがお父さんにそっくりだって嬉しそうに話してくれた。見た目もまんま主人公だったよね。そういえばあれにさらにゆりさんの美人 DNA が加わってもう超絶イケメンでしょ今、うん、見た目も良かったしね結構。つあ、目どんどん減ってく。もう特にないと思うわ。ないか。そうそう。お、あるやんけ。あなたは男の子なのにいつも人形で遊んでいたそうね。なんか気持ち悪い人形持っとったな日本人形。うん。え、それがなんかあんの人形？立派な日本人形で。そう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 。ゆりさんが大切にしていたものだ、ね。ああ、片身。あ、え、お守りじゃねえの？じゃあこれ。え、お守りが日本人形ってこと？え、終わり？また2回攻撃のパターンか。母が人形。そんなキモいもん持たせるわけないっしょ。なんか入ってたんじゃない？大切だったらしく、家事の時持ち出したのもその人形だけだったらしいわ。間違いねえな、お守りのなんかだ。終わりか。すぐ積むな。個人を飛び出した時も人形だけは忘れなかったそうね。今でも思ってるんでしょ。間違いねえ、お守りだ。これをアキラに奪われたんだ。人形をあなたにって何度も何度もおっしゃったそうよ。さっきの写真にも写ってるはずよ、うん、あったあった。真っ先に目がいった。え、写真見ろってことか。これかな。あ、ここに写ってるか。あってそう。母さんが大切にしていたという日本人形なんだ。あ、いや怖いって。なんかやっぱり日本人形ってこれは、うん、だいぶでかいしね。そして男さん、うん、本当になんか、え、気づいたこと、ありがとうございました。教えてよ。またいつでもいらっしゃいね。はあ、いやここだけですげえ時間使っとるけど、でもそれだけ重要。あ、帰ってきた。え、まさかこれで終わりかな。いや、なかなか時間使っとるもんね。これだけでこの章終わってもいいのかも。ゆりさんがあなたのお母さんだったなんて。はぁ、あ、ね、いやー、きつい人生というか、後ろ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 ちょっといますけど、日本人形泣いてんのかな。カンダ、僕を罠にはめるために善蔵さんに紹介したんだ。はぁ、あ、くそ、これ、あ、そこからスタートしてるってこと？マジでちょっと、これ、2周目やったらまた違う角度で見れるね。そんな話あったかもしれんな。はぁ、え、ちょっと後ろ、ちょっと後ろ。これ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 。え？ばあちゃんの写真に写っていたのは。うん。やよね。母さんが大切にしていた人形というのは、これのことだったんだ。え、今、なんとなく、気になって調べただけなんやけど、これ進んだってことでいいんかな？え？これがそうだったの？うん。知らなかったわ。でけえって、そして、やっぱり。おう、なんか、え、お守り、持ってたんじゃないの？うわ、キモいな、近くで見ると余計。アヒル、下に。僕の目は間違いない。まあ、大人の手が持つとこのぐらいのサイズなんか、でもそれしてもでかいよね。500ml ペットボトルぐらいあるんじゃないの？こうして手に取ると、子供の頃の顔が浮かんでくる。とうとう、何もかも思い出したぞ。覚醒しましたか。覚醒ピロチュン。何もかもって言ったね。やっと
いや、ゆみちゃんもさっさとやけどに気づいてよ。見えとったやろ。はぁ、でもあれか。いろいろと協力してくれて。やけどのくだりは、ありがとう。火事の話がなかったら、意味のないことか。よかった。本当によかったわ。あゆみちゃん。それにしても、あなたのすべての記憶を取り戻すきっかけが、お母さんの形見の人形だなんて。最初っからおったもんね、後ろに。すごいわ。きっとゆりさんが思い出させてくれたのね。じゃあ、アキラはただ突き落としただけで終わったってことか？お守りは？ね、ゆりさんがそこまで人形を大切にしていたのには、何か理由があるんじゃないかしら。中にお守りとか入ってんのかな？もしかしたら。そう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 。この人形は後継者の。そう、なるよね。ん、調べればなんかなるのか？母さんが大切にしていた人形というのは、これのことだったんだ。例の鏡の後ろのあの、なんだろう、暗号みたいなの解かなくちゃいけないんじゃないの？もしかして。え？終わり？はあ、トル人形はもう僕の。ああ、へえ。母さんが大切。あれ？進まんくなったけど写真。あ、母ちゃん。あゆみちゃん。どうしたの？ああ、癒される。思い出す。そういえばこの人形。これか。随分軽かったんだ。うん、小さい頃の僕でも。はぁ、そんな軽いんだ。もう叩き壊すとかじゃないの。推理。母さんが大切にしていた日本人形。これで始まるかな。後継者の印なのだろうか。うん。あ、終わる。なんだ。そんな選択肢ないはずないけどな。ちょっと進むまで行きます。あ、これかな。どうしてこんなに軽いんだろう。中身何も入ってないってことか。ああ、そう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 。子供のようだな。それで軽かったのか。そう考えたらよくできとるよね。こんな精巧に。あ、これだけ？何度？何回も。空洞に。取る。人形はもう。なんだ。でも、あ、これか。後継者の印？普通の。もうさっさと進んでほしいな。もうなんか選択肢少ないのになんか迷わされる。ん？お、振ってみるとかすかに音がする。お守り生きてんのか？本当だわ。どうしてかしら。どっか開くんじゃね？首、中で首回したりとか。何かが動いてるのかも。あ、開けるってある。ポンって外れる感じ？よし。思い切って中を見てみよう。切るんかな？どうやって？そんなことして大丈夫なの？元通りにできなくなっても知らないわよ。どっか開きそうな気がするけどね。あ、下開いたわ。あ、これは、お守り？しかも。ね。怪しの家の家紋が書かれてる。なかなかその、描くの難しそうな細かい家紋ね、そう。普通家紋ってもっとシンプルなはずなんやけどね。入っていたのって。はぁ。知らなかった。じゃあ、アキラに奪われてなかったんだ。お、さらに？さらに？おぉ。袋の中には、古めかしい小さな紙。ほぉ。丁寧に折りたたまれた紙切れが入っていた。これがあの、土蔵の奥の部屋の鍵か？もしかして。この鍵は？今からこんな鍵でそんなとこ行ってなんか、ある？まあ、あれか、犯人捕まえた後の怪しろ家を継いでいかなくちゃいけないあれなのかな？これ。こっちの紙は何？急に RPG 感出てきたけど。ね、RPG ならもう伝説の装備とか。
ね、最強装備が手に入るっていう、あれが考えられるんですけど。で、あ、紙切れね。なかなか書いてあるね。これ読み上げてくれるやつかな、また。よく見たら見える。これを見つけるときは、いつか必ずやってくると。母ちゃん、なかなか、ボロボロ。今すぐ、これを持って、明神村の怪しろという家を訪ねてみなさい。その家には、母ちゃん。キクという名前の、あなたのおばあちゃんがいます。きっと、あなたの力になってくれるわ。これ考えると、今までと全く違った。キクさんの若い時も綺麗やったやろうね。それがあなたにとって幸せなことなのかどうか、母さんにはわからない。でも、髪の毛割と生きとるね。あなたの運命なの。やぼか。あなたの一度きりの人生は、せっかくの絶世の美人が。やけどって確実に後残るからな。あなたと一緒にいてあげられない母さんを許してちょうだい。母ちゃん。そんな母さんがあなたに残してあげられるたった一つのものです。母より。母ちゃん。もういろいろ。ひどく弱いわし。いろいろ遅すぎるけど。母さんが息を引き取る前、最後の力で僕に当てて書き残してくれたんだろう。17年前やよね。今すぐこれを持っていつか見つけてくれる。結構かかったな。もうちょっと早く見つけとけば。母さん。母ちゃん。ゆりさん、あなたのお母さんは、あなたのことを何よりも大切に思っていたのね。そりゃそうやろ。しかもゼロ歳やしな。きついわ。まだある？手紙。もう一度手紙を読む。まだなんか秘密あるのかな。今、なんか、良さそうやな。もしかしたら縦読みしたら、でも縦に書いてあったから横読みか？なんか、わかるとかあるのかな？もう、なんか、あらかたやった感じやけど、ちょっと見せて見せた。そうか。わかったぞ。後継者の印は、多分、怪しろ家の中にあるんだ。そしてお守りがそれじゃないんだ。それが隠されている場所に入るには、この鍵が必要なんだ。奥の扉あったもんね。その場所というのは、あそこしかない。そやな。じゃあ土蔵に行くのか。ってか結構いい時間やってるな。もうすぐ行くの？進んだすぐ。消えた後継者。なんかもう終章みたいな雰囲気ない？てか神田のことも忘れてねえか。おいおい、まず捕まえることが先やぞ。それはきっとこの屋敷の中にあるはずだ。いやー、この鍵で入ることができる。あの場所に。その前にもう善蔵さんにさ、そのもう自分がこの怪しろ家を継ぐものですっていうことを証明した方がいいんじゃない？もう暗いニュースばっかりしかないしね。善蔵さんもだいぶ目いっとるし。まっすぐ行く気か？お、善蔵さん。まず話すところかな。善蔵さん。うん。あ、どうされました？さあさあ。いや、とりあえず中へ。まあ、神田弁護士の、なんだろう、策略なんかもしれんけど、この家にとってはいいことだったんかもしれない。てか主人公も殺されるあれなんじゃないの、これ。怪しろ家の人間やし、最後そうなるんじゃね。
調査の状況はいかがでしょうか。いや本当に神田様が。これは間違いなさそうかな。やっぱそれがまだ本人に会うことができなくて、カズとも人一枚噛んでんのかな。それよりも今すぐ確かめたいことがあるんです。あ、やっぱこれからか。何でございましょう。じゃあ、あの謎解きパートに入るのかな。なんか、うん、暗号みたい、暗号というかちょっと謎解かんない雰囲気あったよね。ああ終わったというか解き入れたので、この辺ですかね。結構いい時間やってるので。いやー、元子さんの下りが、うん、長かったですけど、ちょっとね、勝手に時間が過ぎ去ってたって感じで、もう入っちゃってましたね。いやー、はい、次は土蔵を調べるところからになりそうですかね。はい、ではご視聴ありがとうございました。またお願いします。